パーシーとトビーが心配そうにやってきた。この前のトーマスの事故のせいでいろいろ困っているのだ。ホームでトップハムハット卿が待っていた。トーマスの修理の間手伝ってもらうことにしたディーゼル車のデイジーだ。それでトーマスが戻ったらデイジーは帰るんでしょうね。それは時と場合によるな。まともかく彼女がここにいる間はお前たちがよく面倒を見て仲良くやってもらいたい。もちろんです。ちゃんとやりますよ。よし、では早速彼女を機関庫に案内してやってくれ。長旅の後で一休みしたいだろうからな。デイジーは気難しやだ。機関庫に来ると身震いをしていった。まあ、なんて臭いんでしょ。私は高級にできてるのよ。この匂いは体に悪くて我慢できないわ。そこで今度は客車庫に連れて行った。こっちの方がまだマシね。でもそこのガラクタは一体何なの？デイジーはアニーとクララベルとヘンリエッタの方を見ていった。アニーたちはカンカンに怒った。ガラクタですって？あんなこと言われて黙っていられる？何よあの人、ねえ。パーシーとトビーはアニーたちを外に連れ出し、その夜遅くまで彼女たちを慰めてやった。パーシーとトビーは翌朝すっかりクタクタだった。一方デイジーは気分は上々、ご機嫌だった。彼女は汽笛を鳴らしながら操車場を出て行き、駅に入っていった。ねえ見てちょうだい。デイジーは乗客たちに自慢した。私は最高級のディーゼル車よ。時間に正確なの。私がいればもうトーマスやアニーたちには用がないでしょ。乗客たちはデイジーの発車を待っていた。だが機関士はデイジーを出発させようとしない。実はミルクンパン車が来るのを待っていたんだ。デイジーは腹を立てた。それを私に引かせよってわけ？そうだ、貨車1台引くくらい平気だろう。私は嫌よ。パーシーにでも引かせたらいいじゃない。パーシーは貨車が好きなんだから。デイジーは怒って体を激しく揺らし始めた。バカ言うなよ、早く貨車を引けよ。デイジーは怒りながらバックした。ところがあまりにも興奮したのでヒューズが切れてしまった。だから言ったでしょ。彼女は動かなくなった。みんなの説得も無駄だった。これは整備員の命令なのよ。なんだよそりゃ。私の整備員はとても良い人よ。毎週やってきては私を丁寧に検査してくれるの。彼はいつも言うわ、デイジー君は貨車なんか引いちゃ絶対ダメだよ、君は高級なんだから貨車なんか引いたら壊れちゃうよってね。だからこんなことになっちゃったのよ。くだらんこと言うんじゃない！駅長が言った。誰だこんな弱虫を連れてきたのは。作業員が言った。弱虫ですって？私が？喧嘩はやめろよ、遅くなってしまった。乗客が文句を言った。とうとう貨車が外されることになった。デイジーは大喜びで走り出して、彼女は一人旅を大いに楽しんだ。私は好きな仕事だけしてればいいのよ。彼女はクスクス笑いながら独り言を言った。